何ですって？人を殺した？もしもし、それってどういうことですか？クワタラさん、霊魂は存在するんです。そう言われてもね。プレミアムカフェシリーズ、よみがえる少年ドラマシリーズ3回目の今日は、1978年放送の蜃気楼博士9話から最終話をご覧ください。どうやら私の実験は成功したようですね。久保寺さん、久保寺さん、一体どうやってここへ？だってあなたあれからずっと病院にいたはずだ。今も草間君が病院へ電話して確かめたばかりだろ。見張り役だってあなたが病室から一歩も出てないと断言してる。それは聞き方が悪かったんですよ。聞き方悪いってどういうことなんですか？つまりもっと別の聞き方をすればよかったんですな。病室から出なかったかと聞かずに、病室へ入った者はいなかったかとね。どういうことなんですか？あなた方が病室から出てったすぐその後に、私の助手の林田が病室へ入っていった。そしてしばらくしてまた出て行った。つまりその林田が私だったというわけです。変装したんですよ。簡単なトリックですな。けどそんな変装が見破れんなんて、ドジな見張り役だぜ。俺が残ればよかったよ。いや、あんたでも気づかなかったでしょうな。病院の玄関で主治医と会ったんで、2、3分立ち話をしましたがね、彼も気づかなかったですよ。しかしシールは一体どうやって小沢さんの服の襟に？さっきそこの廊下で皆さんがわーっと小沢さんを取り囲みましたね。その時に見慣れない記者が一人紛れ込んでいたんです。その男がシールを小沢さんの襟に貼り付けたんです。見慣れない記者だって？その男も変装したこの私だったんです。そんなバカな。だって病院にいるあなたと話したのはその後じゃないですか。あんた電話に出た。電話かけたのは私の方からですよ。それもトリックですよ。病室には林田がいるんです。奇術師の助手っていうのは舞台じゃ奇術師の替え玉を務めることが多い。喋ることもある。私と林田は本当は似てる部分が多いんです。普段はわざと似ていないように見せているだけでしてね。すると林田さんがあなたの声真似たと？そうです。林田は足を悪くしてから私に変装するのが難しくなりましたがね、声だけの電話なら今でも20分や30分は私の替え玉を務めることができます。久保寺さん、シールはどうやって封筒から出したんですか？そうだ、それもわからん。シールの入った封筒はあの場で僕が預かり、みんなが立ち会いの上で社の金庫にしまったんですからね。シールは最初から封筒には入っていなかったんです。入ってなかった？だってそんな。あの時峠原さんが怒って
封筒をベッドの上に叩きつけましたね。その封筒をあんた方に預けるまでの間、ほんの20秒か30秒の間、みんなが封筒を見ていない時がありましたね。つまりその時に私が空の封筒とすり替えておいたんです。さすがドクターミラージ蜃気楼博士ですな。鮮やかなもんだ。なに、ちょっとした技術師なら誰でもできるようなマジックですよ。しかし私がこんな実験をわざわざやってみせた、その真意を測っていただきたいですね。これが峠原のやり口です。私は自分で動いたが、彼は助手を使ったね。それだけの違いですよ。いや、その助手を使ってるっていう点ですが、もう少し詳しく説明していただけませんか。まあ待ってください。詳しくと言ってもそれは無理ですよ。峠原が一つ一つの事件でどうやったか、私にもまだ全部は分かっちゃいない。しかしそれが例えば分かったとしてもですよ、まず警察の皆さん方に報告するのが順序というもんですからね。そういうことですな。勝手に書き立てられたら捜査ができなくなる。君たちは書いてしまえばそれでいいかもしれんが、こっちは久保寺さんの意見を参考にして証拠を固めなければならんのだからね。ん？さあみんな引き上げてもらいましょうかね。さあ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 。わかりましたよ。みんな引き上げようや。峠原に会いに行くんだろ。抜けがきはやめて共同会見で行こうや。よし行こう。峠原を潰してあげるんだ。僕も連れてってよ。お前久保寺さん病院送ってけよ。だって峠原がこの結果を聞いてどんな顔するか見たいんです。後で教えてやるって。あ、骨折者。そうですか。すると実験は見事成功というわけですね。峠原さん、一つ感想を伺いたいですな。感想と言われてもね。まあ久保寺さんならそれぐらいのことはやってのけるでしょう。お見事ですよ。しかし私のやっているのは技術とは根本的に違うもんですから。いや、久保寺さんはあなたのやってることは技術に違いないと言ってますよ。それを証明するために今日の実験をやってみせたんですよ。しかし久保寺さんは私の行った現象を具体的には説明できんでしょう。できるわけがない。それも時間の問題だと言ってますがね。久保寺氏が証明して警察が証拠を手に入れたとしますね。そうしたらあなたは逮捕されることになる。殺人教唆、人をそそのかして殺させたってことになる。その点はどうです。そんなことは考えたこともない。机上の空論はいくらでもできる。だがそれを証拠で裏付けることはできるわけがない。皆さんは今日の実験で満足されたらしいが、あんな子供騙しの技術で一体何が証明できたというんです。心霊現象はそんなもんではない。この世の中に霊魂は存在するんです。そう言われてもね。実際にその霊魂ってやらをこの目で見ないことにはな。もう一度実験をやってみせてもらえる。仕方ないな。もう一度だって。そう、このままじゃこの事件の決着はいつまでたってもつかないからね。私は実験を3度もやった。もう二度とやる意思はないね。いや、今度の実験はもっとはっきりとした実験ですよ。霊魂を我々の目の前にはっきりと出してみせるんです。だってできんことはないでしょう。あの沼野っていう男が殺された晩に草間君の弟があんたの亡霊を見たって言うんだしね。一つ今度は我々の目の前にはっきりと出してみせてほしいですな。そうせや日本中の人があんたの言うことを信じますよな。あみんな、そうだ。どうなんです、峠原さん。できないんですか。もしできないって言うんなら我々はあんたのやってることは信用しませんよ。
私に頼みって一体何？ちょっとしたことですよ。お礼ならちゃんと用意してある。ほら、とにかくこんな場所は話もできない。地下の喫茶店で10分ほど付き合ってくださいよ。ええ、いいでしょう。そうか、奴は君にそんなことを頼んだのか。いろんなことを聞くんですよ。先生のところにどこから電話がかかってくるかとか、先生がどんな人に電話をかけるかとか。そして私の電話帳のメモを盗み出せと言ったんだね。ええ、先生の電話帳に書いてある電話番号を残らずメモして渡してくれればちゃんとお礼はする。君に絶対迷惑はかけないって。先生、警察に連絡した方がいいんじゃないですか。いや、その必要ない。でもあの人きっとまた来るだろうな。しかし相手にしなければいい。あの黒川というやつはダニみたいな男なんだ。人の弱みを探り出してそれを脅しの種にするようなやつなんだよ。それなら一層警察に。いや、ほっとけばいい。あまり目に余るようだったらその時は手を打つ。今度やつがまた何とか言ってきたらこの電話帳の写しを渡してやりたまえ。でも先生、そんなことを。何、私はやつから探られて困るようなことは何もないんだ。構わんから渡してやりたまえ。はい。それにしても黒川のやつ一体何を。こんな役にも立たんメモよこしはって。あいつきっと峠原に話しやがったに違いない。くそ、おい、レコードがうるせえぞ。お前山ん中の一軒家じゃねえんだぞ。何かからくりがあるはずだ。世間の連中は騙せてもこの俺はそうはいかねえ。必ず尻尾をつかんでやる。その日、僕は学校の帰りに丸山君と一緒に図書館に寄った。でもそのことが後になって事件の謎を解く一つの重要な手がかりになるなんて思いもしなかった。これだ。俺の記憶力もまんざら捨てたもんじゃない。図書館で黒川見かけたって。うん、なんだか古い新聞を一生懸命調べてたんだ。まあ彼もフリーの記者だからな。何か記事の参考資料漁りに来たんだな。俺のだって。ほんで顔合わせたのか。ううん、向こう気がつかなかったみたい。でも黒川って男本当にひどいやつやな。誰も見てないと思ってさ、新聞の記事をカッターで切り取ってんだもん。公衆道とかのかけらもないやつだよ。そんなことやってんのか。俺よっぽど注意してみんなの前で恥かかせてやろうと思ったけどさ、なんだかあいつ気味あるだろって思うんだから。あの晩こっそり工場跡に潜り込んだり、それに昔から峠原と知り合いだってことも気になる。警察でもあの男をマークしてるしな。峠原の共犯者かもしれないって疑ってるわけだね。うん、
奴妙に峠原に対して敵意をむき出しにしてるが、それがかえって怪しい。会ってくれるとは思わなかったな。やっぱり何でも強引にぶつかってみるもんだな。あ、いや、どうぞお構いなく。いや、こんな時間に押しかけちまって申し訳ないです。いやね、病院の方行ったんですよ。そしたら久保寺さん昨日退院されたって聞きましてね。先生すぐにいらっしゃいます。はあ、猫を飼ってるのか。猫ってやつはどうも好きになれんな。犬の方がよっぽどいい。ああ、休んでいたもんで。こんな格好で失礼するよ。どうも、とんだ時間にお邪魔しちゃいまして。まあまあ、まあどうぞ。ご用件を伺いましょうかね。は、実は雑誌の企画が通りましてね。いや、この特集は絶対受けますよ。特集って一体？いや、タイトルはですね、天才マジシャン蜃気楼博士の華麗なる半生ってんです。ほほう、私のことを書くのかね。ええ、今や久保寺さんは時の人ですからね。まあ、先日の実験の成功なんかも大変な反響ですからね。しかし私のことを記事にしたって売り物にはならんでしょう。いやいや、とんでもない。この特集はいわば久保寺さんの輝かしい半生にスポットを当てようというヒューマンドキュメントなんですよ。資料はほとんど集めました。アメリカで活躍なさった頃の舞台写真なんかもほとんど集めましたしね。ただちょっと欠けてる部分がありましてね。それで。欠けている部分？ええ、つまり久保寺さんが日本に帰ってこられてからの話です。私は引退した老いぼれですよ。今頃、今更そんな大げさな記事を書かれても正直言って思はい。それで私に何を聞きたいんですか？え、まず亡くなられた奥さんのことを二三お尋ねしたいですね。花井のこと？え、奥さんはあちらの方でしたね。アメリカで熱烈な恋愛結婚をなさって一緒に日本に帰ってこられたが、気の毒にあんなことになってしまわれた。あれ確か5年前でしたね。山手に新築なさったばかりのお宅が崖崩れに遭われて、その時久保寺さんは確か東京の舞台に出てらしたそうですね。君帰ってくれたまえ。は、いいから帰ってくれたまえ。いやいや、これはうっかりしてました。亡くなられた奥さんのことを思い出させてしまったようですね。愛してられたんですな。わかりますよ、そのお気持ちは。お客様のお帰りだ。はい、失礼。久保寺さん、お引き取りください。しかし、なんであんなに急に怒り出したんだ。あの態度は異常すぎる。まるで知られたくない古傷に触られたような、そんな風だWe'll be right back.
図書館で黒川見かけたって。うん、なんだか古い新聞を一生懸命調べてたんだ。まあ彼もフリーの記者だからな、何か記事の参考資料あさりに来たんだから。俺のだって。それで顔合わせたのか。うん、向こう気がつかなかったみたい。でも黒川って男本当にひどいやつだよな。誰も見てないと思ってさ、新聞の記事をカッターで切り取ってんだもん。公衆道とかのかけらもないやつだよ。そんなことやってんのか。俺よっぽど注意してみんなの前で恥かかせてやろうと思ったけどさ、なんだかあいつ気味あるだろ。だもんだから。あの晩こっそり工場跡に潜り込んだり、それに昔から峠原と知り合いだってことも気になる。警察でもあの男をマークしてるしな。峠原の共犯者かもしれないって疑ってるわけだね。うん、あいつ妙に峠原に対して敵意をむき出しにしてるが、それがかえって怪しい。あるじゃないか。それどころじゃないんだよ。今警察に詰めてる新聞社の友達が知らせてきたんだ。黒川が、ルポライターの黒川が誰かにやられたらしい。黒川がどうしたって。毒を飲まされたらしい。たった今病院に担ぎ込まれた。それじゃあ黒川は。詳しいことはまだわからん。変化これすぐで帰るか。でも一体誰が。飛び込んできた時、黒川さんがここに倒れてたんだね。すごいうめき声がして、それから壁にぶつかるような音がして、それで飛び出したらここのとこに、こっちの手でこんな風に喉をつかむような格好で。なるほど。それで何かその前に変わったようなことは、例えば黒川さんの部屋に誰かいたような様子とか。さあ、どういうご用件でしょう。私はこれからちょっと人に会う約束があるんですがね。お手間は取らせません。李さん、お尋ねしていることがありましてね。何でしょう。峠村さん、あなた昨夜から今朝までの間どっかに外出しませんでしたか。ええ、してませんね。昨夜は9時半ごろ戻ってきましたが、それから一度もこのマンションから出ていませんよ。それは確かでしょうな。ええ、確かです。しかしそれを証明しろと言われてもちょっと無理ですがね。何しろ私は一人住まいですし、秘書の池田君が出てくるのは9時頃ですからね。一体何があったんです。黒川が誰かに殺されかけたんです。え、何か心当たりありませんか。あるわけないでしょう。しかし黒川はこのところあなたにうるさくつきまとっていた。そのことは我々もよく知ってるんですよ。だからどうだと言うんです。それは確かに黒川は私にしつこくつきまとって小遣い稼ぎの種にしようとしていたことは認めますよ。しかし私の方は全く相手にしていない。それにしてもあなた方どういうつもりなんです。これじゃまるで容疑者扱いじゃないですか。いや、参考までに伺っただけですから。あそこです。それはちょっと行き過ぎじゃないんですかね。
不愉快ですよ。殺されかけたって言いましたね。誰かに毒を盛られたんですよ。それで助からないんですか。いや、幸い発見が早かったんで命は取り留めるようです。そうですか。そんなに容体が悪いんですか。はい、クコ兄さんちだいぶお苦しそうで発作も時々なんです。本当は無理に退院することはなかったんですよ。それじゃあやっぱりあの晩麻酔薬をかがされて倒れた時の後遺症が。いえいえ、その方は別にも、ただ心臓の方の病気が、病院の方からもあのまま入院を続けるように再三言われたんですがね、先生はああいうご性分ですし、私などがいくら申し上げてもお聞きになりませんしね。そんなに悪いとは知りませんでした。こんなことになるんなら峠原の事件に久保平さん引っ張り出したりするんじゃなかった。責任感じます。いえ、それはちょっと失礼します。はい、久保寺でございます。はい、あ、いらっしゃいます。ちょっとお待ちくださいませ。草間さん、会社の方から。あ、それどうも。もしもし、草間です。え、峠原が。うん、峠原が添えてきたの。うん、社の方へ連絡してきたらしい。うん、記者たちを集めて共同会見するって言うんだよ。何か重大な発表するってほのめかしたそうだ。重大なことって一体。さあ、とにかく俺すぐ社に戻らないと。うん、橋田さん、そんなわけで僕たちこれで失礼します。後で久保寺さんによろしくお伝えください。はい。先生、今日はちょっと気分が良くなったもんだからね。帰ってたのかね。はい。竹原さん、重大発表って一体何です。また何か実況やろうというんですか。そうです、皆さんのご要望に応えるためにもう一度心霊実験を行うことにします。それじゃあ我々の目の前に霊魂を出してみせるってんですか。出してご覧に入れましょう。ただし万が一失敗するようなことがあったにしても、この種の実験は二度といたしません。それだけははっきり申し上げておきます。失敗するかもしれないって自信がないんですか。そうではない、万一のこともあり得ると申し上げてるんです。実験には守護霊の協力がいます。守護霊を説得するのは大変です。もちろん私も視力を尽くしますが、やはり人間ですからね。万一失敗するようなことがあったにしても、そのプロセスが分かるようにいたします。それはどういうことなんですか。それは当日になれば分かります。それでは実験の方法を説明します。今度の実験はテレビで公開します。公開するって、つまり生放送で茶の間にも流すってことですか。そうです。そいつはすごい、これは大変なことになるぞ。方法を説明します。この洋服ダンスの中に私が閉じこもります。もちろん厳重な監視のもとにです。今までの実験と同じパターンだな。いや、それからが違います。私は洋服ダンスの中で守護霊を呼び出し、二人一緒にテレビのスタジオに姿を現してご覧に入れます。本当にそんなことはできるんですか。いや、もしできたとしたらこれは現代の奇跡だぜ。そうだよ、スプーンを曲げてみせるなんていうのとはまるで次元が違うもん。今度の実験は私も命がけです。もし失敗したら私と信用も失墜する。
ですから皆さんもいい加減な記事を書かないでいただきたい。実験はあさって午後8時から行います。以上です。やってみなければ分かりません。世の中にベーコンが存在することを皆さんに分かっていただきます。その実験が行われたとき、僕は自分の家でテレビを見ていた。梢さんも一緒だった。実験は開始されました。今度スタジオが映ったわ。何かありましたら直ちに峠原事務所の方に切り替えることにいたしまして、まずゲストの方の話を聞いてみたいと思います。今夜はゲストに歌手の山本晴美さんをお迎えいたしております。山本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山本さんはこれまでに不思議ないろいろな体験をなさっていると聞いておりますけど、うん、霊魂を見ることができると思いですか？できると思いますわ。だって私が現にそういう体験をしておりますもの。ほう。あれは2年前でしたけど、地方巡業で北海道へ行ったことがあるんです。その晩公演を終わってホテルへ帰ったんですけど、なんだか興奮してしまってなかなか寝つかれなかったんです。ところがあれは夜中の2時頃でしたかしら。スタジオの中原さん、ちょっとお待ちください。今タンスの中のマイクが何か妙な音を捉えました。早速伺ってみます。何でしょうか今の音は。測定器によりますとですね、呼吸も脈拍も速くなっているようですが。まあね、椅子が動いた音かな。ちょっと見当がつきませんな。手錠か足錠を外した音じゃないでしょうか。なるほど、あるいはそうかも。呼吸と脈が正常に戻りました。スタジオ聞こえますか。今タンスの中から声が聞こえます。それも日本語じゃありません。どうやら英語のようです。伊藤さん、それじゃ早速通訳お願いいたします。確かに英語です。それも2人です。1人はアメリカ英語じゃなく、綺麗な典型的なイギリス語の発音です。もう一つの声が何か盛んに説得しているようです。それじゃあそのイギリス語を話しているというのは、峠原さんの守護霊だというイギリスの貴族なんでしょうか。静かにしてください。どうやら翻訳できそうです。呼吸も脈拍もほとんど遅くなっています。峠原さんらしい声が盛んに説得しています。あなたの名誉にも関わることだと言っています。それに対してもう一つの声が答えてます。我々には与えられた使命がある。それを行うためならともかく、見せ物同然に人の前に姿を現すのは嫌だ、そう言ってます。今度は峠原さんが説得してます。これ以上勝手なことを言わせておくと誰も我々を信じなくなる、そう言ってます。声が小さくなりました。聞き取れません。いや、ちょっと待ってください。聞こえます。イギリス語の方だけかすかに聞こえます。しっかりしろ、どうしたんだ、使命を果たせ、出かけるんだ。ダメです、声が消えました。聞こえませんか。何も聞こえません。どうしたんでしょう。おかしいな。どうしましたか。呼吸と脈拍が非常にかすかになっています。ちょっとおかしい。この前の時も立ち会ったが、あの時と様子が違う。どう違うんでしょうか。病人の息を引き取る時の状態にとてもよく似ています。まさかこのまま。どう思われますか。ちょっと心配ですな。と言いますと。守護霊と意見が対立した結果、峠原さんの霊の力ではコントロールできないほど守護霊の力が強力になった、そういうことでしょう。するとどうなるんでしょうか。わかりません。しかし下手をすると失敗するかもしれない。呼び出したもののコントロールできなくなった霊がとんでもないところに出現するということも考えられます。
霊媒が行う降霊術の場合などにもよくそうした現象が起こるんです。するとスタジオには霊が現れないかもしれないということですか？いや、それはまだわからない。さっきも通訳があったように二つの霊が激しく対立していることは確かですからね。私は万一の場合を考えて行ったまでです。一体どうしちゃったんだろう。中休みってとこらしいな。しかしこのまんまってことはないだろう。あれほど自信たっぷりだったんだからな。だね、このままでおしまいってことになりかねないぜ。いやだって彼は共同記者会見の席でちゃんと断ってんだからな。もう一失敗する場合もあり得るってさ。しかしこのまんまじゃ彼の死因は完全に失墜しちまうぜ。そうだな。いや、さっきの外人の声にしたってさ、あんなんじゃ誰も満足しないぜ。例えばさ、小型のテープレコーダーかカセットに吹き込んでおいて洋服ダンスの中に持ち込むってことだって考えられるしな。それはありえないよ。だって洋服ダンスに入る前に厳重に身体検査やったんだからな。これはトリックと思えないな。それは疑問だね。久保寺さんの真似するわけじゃないけどさ、必ず何か仕掛けがあるはずだぜ。そういや久保寺さんどうしたんだ。草間君の話じゃだいぶ具合が悪いらしいな。じゃあ後でコメントも取れんな。そういうことになる。お世話になります。まだスタジオには霊は現れませんが、峠原さんが予告した制限時間はたっぷり残っています。ではまた何か新しい動きがあり次第画面を切り替えることにいたしまして、ゲストの山本晴美さんに先ほどの体験談の続きを聞くことにいたしましょう。山本さん、はい、どうも大変なことになりかけたようですけど、そうどうしちゃったのかしら。霊魂というのはどっかに移動してしまう。成功するかしら。そうです、ね、するはずないよ。でもさっきのあの声、私胸がドキドキしちゃって。さっきのあの声があの晩見た外人の声だとしたら、はい、捜査本部。聞こえなくなるの。ああ、久保寺さんですか。今テレビ見てるとこですよ。ああ、え、何ですって。人を殺した。もしもし、それってどういうことですか。久保寺さん、あんた本当なんですか。ルポライダーの黒川純です。即死ですな。首の骨折ってる。2階から落ちたらしい。黒川が退院したのは今朝だ。それどうしてこんなところに。相田さん、久保寺さんどこです。2階のご自分の部屋に置いてるんです。事情を説明してください。どうしたんですか一体。黒川を殺したのはこの私です。テレビを見ていたんですよ、ベッドの中で。峠原がキャビネットの中で
守護霊と話してましたね。あれは一人で声の調子を変えて喋っていたんですよ。一人二役のトリックです。なかなかうまくやっていたが、私の耳はごまかせない。なるほど。あら、そういうからくりでしたか。なぜ守護霊と意見が対立したように見せかけたか、それを考えているうちに私はハッとしました。守護霊がスタジオに姿を現すことを承知しないで、新しい使命に峠原を駆り立てた、そう見せかけて第四の殺人を行う気じゃないか。それに気づいた時に、あの窓が開いたんです。いきなり誰かが入ろうとしてる姿が目に入った。あとはもう夢中でした。体がこんな風に参ってなけりゃ飛び起きて捕まえることもできたでしょうが、体が言うことを聞きませんでした。そのサイドテーブルにあった目覚ましを掴んで投げるのがやっとでしたよ。悲鳴を上げて落ちていった。窓から覗いてみると、倒れたっきり動かない。打ちどころが悪かったんでしょう。一応事情は分かりました。なんだ、もう風呂場のやつがこんなもの。スプリングで針を発射する仕掛けのようです。かなり手の込んだ細工ですよ。沼野殺しも黒川の仕業ですよ。これで毒針を沼野の首にぶち込んだんですよ。目覚め時計落ちてなかった。落ちてました。ぶっ壊れてますよね。いい狙いですよ。額に当たってる。よし、どうやって庭に忍び込んだか、その侵入経路を調べるんだ。その時僕は久保寺さんの家でそんな事件が起こっているなんてもちろん知らなかった。それにテレビの方でも大変なことが起こっていたんだ。止まった。呼吸と脈拍が止まりました。針が完全にゼロのメモリを示している。この前の実験の時にはこんなことはなかった。測定器具を自分で外したってことは。器具にはつながったままの状態です。それじゃあこのまま放っておいちゃいけない。すぐに中を開けて調べるべきです。いや、しかしですな、心理現象ではよくある状態ですよ。私は一時肉体の機能が停止しただけであって、またすぐ元に戻ると思いますね。あ、何をするんですか。この番組はまだ終わってないんですよ。あなたの場合はどうするんですか。山本さん、大丈夫ですか。思いがけぬ事故が起こりましたので、この番組はこれで中断させていただきます。皆さん、あ、黒川が殺された。大変なことになったわね。峠原が死んだ。死んでしまった。捜査本部は解散するんですか。いや、それはまだ。しかし中心人物の峠原と黒川が死んでしまった以上、この事件は一件落着ってことじゃないんですか。いや、我々はそうは思っていません。事件はまだ終結していない。その点を詳しく話してくださいよ。ええ、問題はね、一連の事件の裏付けはまだ完全に取れてないということです。峠原忠明の心霊術はインチキであって、まあ黒川と沼野が共犯者であることは間違いないと思うんだが、一つ一つの事件の証拠固めをしないうちは我々の役目は終わらないということです。まず第一の事件、不動産業者の松江社長が公園で刺殺された事件について言えば、犯人が黒川か沼野かはっきりしない。いや、黒川は事件当夜アリバイがあったんじゃないんですか。いや、まあ本人はね、仲間と麻雀やったと述べてるんだが、途中2時間ほど仲間と交代してるんですな。それと第二の時と博士射殺事件の犯人は、これはもう状況証拠の上から見てもね、くぶくり沼野英二の犯行に間違いないと思うんだが、物的証拠の裏付けは取れない。沼野と峠原の関係も裏付けは取らないんですか。残念ながら今のところはね。峠原ほどの男だ、
その点は慎重にやったんだろうな。まあいずれにしても3人の共犯関係を裏付ける決定的な証拠はない。それになぜ峠原が2人の人間を殺さなきゃならなかったかという動機がねはっきりしないんだ。それは自分の名前を売り出すためでしょう。それくらいのことやりかねないよ。しかしなぜ2人を選んだかってのが問題だよ。まあとにかく捜査本部の解散については一両日中に決定します。じゃあ私はね仕事があるんでこのくらいで。じゃあ社長。やれやれ、一件落着だなこれ。まあ、これ以上打ったって大した記事になりそうもないな。だよね。参りますか。参りますか。お邪魔しました。どうも。黒川のことは気になって仕方がないんだよ。黒川のことって？あの晩どうして久保寺さんの家に押し込んだのか。それはもうはっきりしてるじゃないか。久保寺さんを殺す目的で押し入ったんだよ。沼野を殺した時にも使ったっていう手製の銃を持ってたっていうし、疑う余地はないじゃないか。しかしな、ちょっと引っかかることがあるんだよ。ん？実は今日黒川のアパートを調べた刑事から聞き出したんだが、黒川は久保寺さんの半世紀のような記事をまとめるために1週間ほど前にも久保寺さんの家を訪ねてるってんだ。へえ。念のために俺も調べてみたんだが、ある雑誌社で黒川がその特集記事を書く予定になってることは確かなんだ。企画の狙いとしても悪くない。そんな彼がなぜ久保寺さんを峠原に頼まれたからだよ。金をもらって殺し屋の役を引き受けたに決まってる。それに黒川は峠原に敵意を持ってた。それは芝居だってこの前兄さん言ってたじゃないか。ただな、俺どうもあの黒川って男どっか憎めないとこがあったような気がしてしょうがないんだ。あの男は確かに悪だが、人を簡単に殺せるようなやつには思えないんだな。そりゃ先入観だって。先入観？そうだよ。兄さん自分が記者だからそう思いたいだけなんだ。兄さんいつも言ってるからな、ジャーナリストに悪人はいないなんてさ。バカ、そんなんじゃないんだよ。ただやっぱり俺はあの男のことが。先生どうぞ思い直してください。ダメだ、一旦俺が決めたことはとことんやらなきゃ。きますまん。しかし何もそこまでやることありませんよ。舞台の幕はまだ折れちゃいない。舞台は終わったんです。カーテンはもうとっくに降りてしまったんです。お前には聞こえないのかね。何がですか。拍手だよ、観客の拍手だよ。ほら聞こえるだろう。アンコールを促しているんだよ。久保寺俊作よ、もう一度舞台出てこいって呼んでるんだよ。先生、一旦幕が敷かれた後が大切なんだよ。その体で外出は無理です。主治医の先生も言ってました。そんなことしたら責任は持てないんだって。やぶ医者に何がわかる。私の体のことは私が一番よく知っているんだ。キャンドルの光はいいもんだな。眺めて私のことをいろいろと思い出す。君は大木の倒れるのを見たことはあるかね。あれはまだ若い頃のことだった。ロッキーの山の中で樹齢150年の大木が倒れるのを見たことがある。感動したな、私は。涙が溺れて止まらなかったよ。その時私は自分も死ぬ時はあの大木のように華やかに倒れたいと思った。マジシャンとして芸人として舞台で死にたいと思っ
先生。ああ、もう何を言わんでくれ。万一の場合のことは弁護士によく話してある。お前のこともな。先生、出てってくれ。疲れた。私を一人にしておいてくれ。はい。スポットライトが当たる。暗い海のような客席から潮騒のような拍手が湧き起こる。ん？あれはロンドンからわざわざ取り寄せたシルクハットだ。久保寺さん、外出なんかして本当に大丈夫なのかな。俺もそれ心配してんだよ。だいぶ具合が悪いって話だったからな。林田さんの話じゃ警察の方でもわざわざ出頭するには及ばないって言ったらしいんだ。いやお待たせ。こんにちは。大丈夫なんですか。なに、ご覧の通り元気なもんだよ。しかし君たちに会うのずいぶんしばらくぶりのような気がするね。しばらくぶりったって病院以来だから10日ぐらいですよ。そうなるかね。体の具合が悪いと人懐かしくなるもんだよ。今日はわざわざすみませんね。先生がどうしてもあなた方に付き添い役を頼むんだってだだをこねるもんですからね。病気になると心細くなってね。さて、役者の揃ったところでさっそうと出かけるとするかな。今日は最後の晴れ舞台だからな。最後の晴れ舞台って？ん？いや何、今日は気分のいいせいかふと引退披露の舞台のことを思い出したんだよ。さあ参りましょう。さあ、大丈夫ですか？平気平気。まだ2本回して歩けるよ。その時僕は久保寺さんを見ているうちにふっと妙な気持ちに襲われた。後で考えるとそれは不吉な予感とでも言ったものだった。峠原の死因は分かりましたか？まあ一応のところはある種の薬品が検出されませんでしたか？おお、どうしてそれを？やっぱり思った通りですな。呼吸と脈拍を弱くするために峠原はある種の仮死状態に陥る薬を飲んでいたんでしょうな。そうしておけば誰かが実験の途中でキャビネットを開けるというような事態が起こっても霊魂が抜け出した後のような状態で発見されることになる。前の2回の実験ではそれがうまくいきましたが、今度のは緊張のあまり峠原も少し薬の分量を間違えて多く飲みすぎてしまったんでしょうな。なるほどね。それでよく分かりました。いや、解剖の結果でもその種の薬品が検出されています。そうでしたか。ところで私の方はどうなりましたか？いや、ご安心ください。久保寺さんは正当防衛です。黒川が共犯であることは間違いないでしょう。検事も起訴しないと言ってました。そうですか。
それにしても弾みにせよ、人の命を奪うなんて恐ろしい。私は間違いなく地獄行きでしょうな。大丈夫ですか？いや、何、すぐ収まるよ。林田さんが何かあったら呼べって。心配や、いらん。これ些細なことなんですがね、一つだけ確認させてください。どんなことでしょう？あの晩、黒川は庭先から忍び込んで、あなたの2階の部屋へ押し入ろうとした。その時、黒川手袋をはめてませんでしたか？手袋、さあ、でしょうな。まあ、とっさのことですからね。窓は開いてたんですか？ねえ、窓は少し開けてありました。私の病気には綺麗な空気が必要ですんでね。ちょっとぐらい寒くても窓はいつも少し開けておく。しかしそれが、いや、もう大したことじゃないんですがね、鑑識課の連中が調べたところ、よじ登った形跡はあるんですがね、黒川の指紋が検出できないとぼやいてるもんですからね。ところで黒寺さん、これはもう専門家としてのご意見を伺いたいんですがね、それぞれの事件について言えば、例えば真瀬殺しの時の探検、あれどうやって黒川の手に渡したんでしょうな。そうですね、まあいろいろと手はあるでしょうが、私もいろいろと考えてみましたが、いや、例えばですね。黒川さん、私は峠原忠明だ。霊魂となって私の正しさを証明する。三鷹久保寺。久保寺さん、しっかりしてください。おい、久保寺さん、救急車。はい、大丈夫ですか？久保寺さん、置かれた方がいい。もし身内の方がいらしたら今のうちに。僕は熱を出して3日も学校を休んでしまった。峠原と黒川が死に、久保寺さんも倒れてしまった。僕は本当にショックだった。あら、案外元気そうじゃない。うん、明日から学校行くよ。草間くんが病気だなんて鬼のかくらんだな。あら、小杉さん、ずいぶん難しい言葉知ってんのね。私、こう見えてもなかなか読書家なんですの。うわ、嘘つけ。読んでるのは推理小説ばかりのくせに。バレたじゃあ、風邪をうつさないにね。はい。はい、お見舞い。草間くんにはお花なんかよりかキャンディーの方がいいと思って。サンキュー。主任、ちょっと気になることを聞き込んだんですがね。何だ一体？小寺さんのところにいる
林田さんのことなんですね、うん、彼の弟が3年前に自殺してるんですよ。自殺？ええ、まあ二人きりの仲のいい兄弟だったらしい。その弟さんってのは殺された時田博士の弟子だったそうですよ。大学の関係者にいろいろ聞いてみたんですが、自殺の原因はノイローゼってことらしい。船の上から身を投げたって言うんですがね、ゆくゆくは時田博士の後継者と目されていた優秀な学者だったって話なんです。俺寝てる間に事件のこと初めからずっと考え直してみたんだ。まず問題なのは動機だ。なぜ峠原が人を殺すようなことをしたかってことなんだよ。だって動機ははっきりしてるでしょ。峠原は自分の名前をマスコミに売り込むために心霊殺人を計画したのよ。けど本当の動機はそれだったんだろうか。そう言われてみれば確かにちょっと異常すぎるわね。自分の名前を売り込むために殺人計画を立てるなんて。見てみろよ。犯行方法についても一つ一つデータを書き出して考えてみた。まず問題なのは峠原が犯行に使われた凶器をどうやって共犯者に渡したかってことなんだよ。最初の事件の時の担当にしても第二の事件のライフル銃の弾にしても目印をつけた同じ凶器が犯行に使われてる。全く謎だらけだ。でも事件の謎を解くキーワードは必ずこのデータの中にあるはずよ。キーワード？名探偵がそう言ってるのよ。名探偵？なんだよそれ。外国の探偵小説よ。その中に出てくる探偵がこう言ってるの。推理はクロスワードパズルと同じでキーワードを見つけることが大切だって。それからその事件の謎を解くキーワードは必ず集めたデータの中にあるはずだって。推理小説の話をしてるんじゃないよ。俺が巻き込まれたのは本当の殺人事件なんだ。マセ不動産？これ一体。それでその人は自分の方から警察のものだと言ったんですか？ええ、刑事だと言ってました。手帳も見せましたよ。亡くなった弟さんのことをいろいろ聞くんです。でも私は何にも知らないっつってやりましたよ。え、お前がけないことって？お前が黒川を図書館で見かけたって言ったろ。それで俺もちょっと寄ってみたんだよ。黒川が一体どんな記事を切り抜いたのかと思ってな。調べてみて驚いたよ。5年前の新聞だった。その記事には久保寺さんの亡くなった奥さんのことが出たんだよ。久保寺さんの？崖崩れがあって家が潰された。久保寺さんの奥さんがその下敷きになって亡くなったんだよ。ところが驚いたのはそのことだけじゃないんだよ。他の新聞と照合してるうちにマセ不動産という会社名が出てきた。マセ不動産？俺も初めは目を疑ったよ。久保寺さんはマセ不動産を通して土地と新築したばかりの家を買ったんだよ。ところが土地の手抜き工事が原因で崖が崩れ奥さんが亡くなった。これは偶然だと思うか？それじゃあ兄さんは？いや、俺もそこまでは考えられない。しかし消せないことはまだあるんだよ。まだあるって、ね、黒川はマセ不動産のことには気づいていなかったらしい。とにかく直接会って確かめてみるつもりだ。会うって一体？林田さんに会ってくる。どうするね。先生もいなくなり私もいなくなったら
お前は一人ぼっちになってしまうね。どうしようかね。思ったより早かったな。その推理小説に出てくる探偵が言ってるのよ。推理はクロスワードパズルと同じで、キーワードを見つけることが大切だって。そうだ、そう考えれば何もかも辻褄が合ってくる。この事件で凶器を共犯者に渡せたことも、それからあの晩あの亡霊に変装して現れたことも。小寺さん、何度も言っていた。この事件には誰か黒幕がいる。峠原は使われているに過ぎないって。いや、そんなバカな。考えすぎだ。俺はどうかしちゃってるんだ。本当のことを話してください。あなたは久保寺さんの文字通り片腕のような人だ。必ず何か知ってるはずだ。話してください。あの晩黒川は何をしにここにやってきたんですか。本当に久保寺さんを殺しに来たんですか。どうなんです。増井雄之助殺しと久保寺さんは関係があるんですか。どうなんです。僕はとんでもない見当違いを言ってるのかもしれない。もしそうだったらはっきりとそう言ってください。いいえ、見当違いじゃありませんよ。的の中央には当たっていませんがね、いいところをついてらっしゃる。さすが記者さんだと感心していました。それじゃあ、さあそれじゃ参りましょうか。一体どこへですか。もちろん当然行くべきところへですよ。さっきベルが鳴った時、私はてっきり警察の方かと思いましたよ。私は先生が倒れた時に心を決めていました。いずれこうすべきだってね。その時にはあなた方ご兄弟に引き添っていただくつもりでいました。それがせめてものお詫びの印だと思ってましたよ。一体どういうつもりなの。熱がまたぶり返しそうだっていうのに外へ出かけるなんて。行くんだ。どうしても行かなきゃならないんだ。どこへ一体行くって言うんですか。とにかく行かなきゃならないんだ。次郎、大寺さんに会ってその口からはっきりと聞いてみるんだ。事件の黒幕は一体誰だって。この事件の本当の犯人は久保寺先生です。そしてこの私も共犯者です。先生は自分の命があと1年足らずと悟った時、この計画を繰り上げました。マスコミに名前を売りたがってる峠原を操り人形に選び、沼野という殺し屋を雇って二人の男を殺す計画を立てたのです。それはマセと時田博士の二人だね。はい、法律では罰することのできない二人の罪を先生はご自分の手で裁こうとされたのです。マセという悪どい人間の商売の犠牲になって、先生は最愛の奥様を亡くされました。裁判で争われたんですがダメでした。時田博士の方は私の関係です。私の弟は
時田博士の弟子でした。自分の研究を時田博士に横取りされて前途を悲観して自殺をしたんです。先生は自分のことのように腹を立てて苦しんでくださいました。第一の事件で洋服ダンスから担当を持ち出して共犯者の沼野に渡したのは先生です。奇術師の先生にとっては草間さん兄弟の目をごまかすくらいは簡単なことでした。第二の事件でライフル銃から弾を抜いたのも先生です。午前中にテレビ局で試写した後、峠原から沼野に渡された銃は犯行後先生のところに届けられました。スタジオで使った銃は同じ型の先生の銃です。だから先生はその銃を自分で持って帰る必要があったのです。第三の事件でイギリス貴族に変装したのは先生で、峠原に変装していたのは沼野でした。先生は沼野を殺した後、自分で麻酔薬を嗅いで倒れたのです。この芝居は殺し屋の沼野を消してしまうことが目的でした。ここまで間違いありませんな。はい。じゃあ先を続けていただきましょうか。初めの目的を達した先生はもうそれでやめるつもりでした。しかし黒川が現れて峠原をゆすりにかかりました。峠原は震え上がり先手を打って黒川を毒殺しようと図りましたが失敗しました。先生はそんな峠原が頼りないとお感じになったのでしょう。最後の実験をやらせあの晩黒川を自宅に呼び寄せて殺したんです。正当防衛を偽装したわけだね。そうなんです。2階によじ登った後は後で私がつけました。それから手製の銃は期日の小道具を私が作り変えたものです。峠原がキャビネットの中で死んだのは？あれは事故です。多分薬の分量を間違えたんでしょう。まだ分からんことがあるな。あの腹話術は一体なぜです？峠原の亡霊の声を真似てみせたのは一体どういうことですか？あれは先生のいたずらです。いたずら？先生は峠原に最後の花を持たせてやるんだなどとおっしゃってました。私は先生のいたずらだと思ってます。あんな声を出せば事件はますます複雑になってくる。それが先生の狙いだったんでしょう。私は先生の殺人計画を途中から知って止めようとしましたがダメでした。そして言われるままに協力をしてきました。ですから私も共犯者です。それは法律が決めることです。次郎はどうしてここに？橋田さんが全部警察で喋ったよ。久保寺さんたった今
なた方ご兄弟をこの事件に巻き込んだこと、先生に代わって心からお詫びします。別に。1978年の少年ドラマシリーズ蜃気楼博士の9話から最終話までを見ていただきました。ゲストには引き続き作家でコラムニストの泉麻人さん、そして映画監督脚本家の犬堂一心さんにおいでいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。まあ完結いたしました。話は急展開しました、犯人が蜃気楼博士だってどのあたりから思いました？ちらっと怪しいと思うのは、まあ、半ばぐらいからは、半ばっていう単純にその犯人候補が少なすぎて、そうするとどうせそこも入ってきちゃうみたいなのもあるので、その峠原は自分の実際の峠原がどういう人だったかっていうようなことを全く素振りも見せずに演技してるんですけど、小寺さんが微妙に何かのタイミングの目線の動きとかでちょっとだけ怪しい雰囲気を残していくんですよね。一応候補には出てます、入ってました。秘書の 私は林田助手ね、助手の人ね、まあ、だから助手の方の最終的には告白ですか、はい、種明かしみたいな、感じで終わるわけです。そうです、はい、だからちょっとこれちょっと 変装はちょっとそれは無理やりこじつけてなとか思ったところありますかね。まあ峠原はね、薬のこう飲みすぎで行っちゃうとかね、それってただの事故じゃんみたいな。それは不本意ですよね。まあそこら辺はこう勢いで乗り切っているというか、主人公の博士がね、最初から心臓が悪いっていうのはもう頭の方からして、それが最後までこういうふうに尾を引くっていうかね、井上さんのだと語りですか、亡くなるちょっと前に、まあそこは本当に舞台劇の感じになりますね。マジシャンとして、芸人として舞台で死にたいと思った。あれ井上さん的には普段脇役が多いから、なんかこう主役としてカメラと俺みたいな、ここ生涯の見せ場ぐらいの勢いでやってますよね、だから一番あそこの語りの井上さんが僕の中では今回一番印象に残りました。そうですね、井上さん的にはあそこで終わってほしかったと思った。それだと何にも変えないですね。そうですね、あそこでもうエンドロール下から上がってくるよ、ね、俺は主役なんだから持ってっちゃうわけですね最後全部。まあでも少年が最後ね持っていかない、確かに戻らないとね、いけない。最初の曲かかるじゃないですか、はい、少年ドラマシリーズだと思っててあの曲が始まるともうそこからちょっと微妙に14歳になってるんで、なんか多少のことはねいいみたいな、それよりもなんかそのとにかくその14歳の気分でそのノリで最後まで行かせてくれてたなっていうのはすごい思いましたね。なんか
見てる時の自分がやっぱ昔に戻って見てるまま最後まで見れたっていうのは、はい、でそれはやっぱり次郎君の目線でもあるっていうことですね。次郎君がいるってことはすごい重要ですよね。だからすごく活躍しませんけどね特にまあでもいろんなところに入り込むには、うん、まあちょうどね、そうですね。でまあエンディングを見るとなんか将来ちょっとラブロマンスを匂わせるような感じにはね、はい、うん、あんまり意外と進展しなかったから、でも次郎君の男の方がもっとドキドキしながらもっと来るんじゃないかと期待してた、ね、思ったけれども、うん、はい、あと新規の若瀬っていうこうやっぱりすごくこう自分が憧れた人、うん、すごくこう憧れた人が実はまあ復讐のために殺人を犯していたそのダークサイドがあって、うん、でもある種大きな悲しみを抱えてたみたいなことを彼が知るっていうんですかね、少年が、はい、それとその出来事とこうちょっとお別れするというか、でそれで次のこう新しい時期に彼が入っていくみたいな、うん、その流れがちゃんと少年ドラマシリーズって感じですね、うん、この、まあ、これまで発掘された少年ドラマシリーズというのがですね、全部揃っているもの、それから部分的に見つかっているもの合わせて32作品あります。蜃気楼博士にしてもご提供いただいてるんですよね、うんうん、でこの中で次郎、うん、少年のお兄ちゃん役を演じていらっしゃった吉川清さんが、うん、はい、まあ、ご自身で録画していたものをご提供いただいて、うん、それを、まあ、修復して今回放送ということになっていますので、うん、まだでもあんまり持ってない頃ですよね、ご家庭で個人で録画機は、ビデオデッキはね、家庭用にはないですよね、まあ、もう高かった頃ですよ割と。で当時の住んでらしたアパートの賃貸料よりも、うん、その20倍もする録画機だったと。うわ、そうでこれらはその一部ですけれども NHK の公開ライブラリーで見ることができるんですね。ですから今日テレビをご覧いただいている皆様もお近くの NHK に足をお運びいただいてご覧いただくことはできますが、うん、新型コロナウイルスの影響で一部閉館している場合もございますので、お問い合わせの上確認してお出かけください。さて、こうしたまあ少年ドラマシリーズもしもう一回今、うん、見ることができるとしたらこの99作品が、うん、上がっている中でどれが見てみたいと。ユーバイ作戦って山田孝夫の主人公だよね。江戸時代にタイムトリップして風魔忍者と戦うやつなので、原作はこの少年ドラマシリーズ結構かなり使われてるミッセリュウさん、うんうん、これは74年ですね、ユーバイ作戦、うん、山田孝夫とかね、江藤博俊、その後ズートルビをやる人たちが、山田が出てるんですよ、これ。そうですか、それはちょっと見てみたいですね、うん、これは全6話です、はい、残念ながら、うん、台本は残ってるようです。全く残る、台本だけは残ってます。でも映像としては残念ながらないですね、うん、誰か持ってる人がいれば、うん、ねえ、井野藤さんはもしこれから見ることができるとしたら。まあ僕はやっぱ小林信彦さんのファンで、うん、およよ大統領シリーズのやっぱものすごいファンだったので、うん、怪人およよを当時見てるんですけど、はい、でがっかりしてるんですね、はい、ものすごくがっかりしたんだけど、もう一回がっかりするかどうか確認してみたい。そのがっかりしたのはどうしてですか。もう原作の方がむちゃくちゃ面白かったってことですねなるほど、いろいろありますよね。全然ちょっとこうやりきれてなかったというか、今自分で映画を原作ものを作る時にも常にそれに僕がさらされるみたいなことなんですけど、でもそれでいうと怪人およよはがっかりしたんだけど、もう一回確認したいみたいな。実はですね、怪人およよに関しては音声としては残ってるんですよ。だから当時テープレコーダーかカセットレコーダーか何かで録音だけは何とかして撮っていてくださった方がいるんだと思うんですね、うん、これは全5回で72年でしたね、うん、あとは11人いるですね、萩尾元さん、うん、11人いるに関しては番組を録画してた方がいらっしゃるので、うん、見られますね。見られるんですか、うん、はい、じゃあ来週よろしくお願いします。これは1977年の1月2日に放送されてますね、うん、はい、まさに正月特番的な扱いで放送だったのではないでしょうか、うん、まあ、こういう形でですね、ご提供いただいたものは修復してもう一度見ることもできますので、もしお手元に当時の録画あるいはまあ録音でもまあ結構ですけれどもあったら、
NHK にご一報くださいますようによろしくお願いいたします。さて、蜃気楼博士見ていただきました。少年ドラマシリーズいかがでしたでしょう。なんか不思議なんですけど、少年ドラマシリーズが話題になるのは年を取ってからです。そうですか。なんかね、同世代で集まって何かのタイミングで少年ドラマシリーズのあれ見たねみたいな話になるっていうか、まあ、それぞれ好きなものがあって、まあ、だからそういうふうになんかそれぞれが持ってるんですよね。なんかあの自分の好きなこれみたいな、それがこう話題で出るというか、当時よりね年取ってからの方がなぜかね話題に出てくる、懐かしさで、うん、そうなんですよね。いや面白かった。なんかね、でもできればあの6時台にやってほしかった。夜この番組、この番組自体6時台に見たい。その時のムードでね、その時の時間にね、6時台に見たいですね。これなんかそういう枠はできないかな。はい、ということで3日間にわたって少年ドラマシリーズ、よみがえる少年ドラマシリーズとしてご覧いただきました。作家コラムニストの泉麻人さん、そして映画監督脚本家の犬戸一新さんとご一緒していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。